町尻領記3月30日から1945年12月10日は日本の陸軍軍人、インドシナ中東軍司令官、貨幣官、第六師団長、陸軍省軍務局長などを歴任した、陸軍中上軍一等校3級、白尺、三部元大佐の4、男として生まれる。署名は三部元綱、陸軍士官学校、陸軍大学校を、 優等の成績で卒業する。陸軍士官候補生、第21期の同期には、石原寛二や飯村城、百武春吉らがいる。四尺町尻、和弘の養子氏となって、町尻家に入り、1914年1月31日、なお、両初めに改める。同年3月28日に、茅野宮国の利王の第一王女、由紀子女王と結婚する予定であったが、 何らかの事情で急遽延期され、翌1915年4月30日に婚姻した。1930年5月20日から、自重部官を務め、1932年8月8日、陸軍大佐に進級。1935年3月15日から、このエイヤ法連隊長に就任。1936年3月28日には、陸軍省軍務局軍事課長。 1937年3月1日に陸軍省昇進級と共に再び自重武漢に補いされる。1937年10月5日から陸軍省軍務局長を務め、1938年4月14日、北賀方面軍参謀副長に転ずる。同年6月10日、第二軍参謀長として武漢作戦に参加する。同年11月1日から、 再び軍務局長に就任するが、先の第二軍参謀長の時に作戦文書を紛失していたため、同年12月29日から停職1ヶ月の処分を受ける。処分後、軍務局長に復帰し1939年1月31日から調査部長を兼ねる。同年8月1日に陸軍中将に進級し、同10月2日参謀本部府、 同12月1日から第六師団長に親保される。1940年4月29日組等、極日大受賞受賞。1941年4月10日、教育総管連課の下平館に就任。1942年11月10日、インドシナ中東軍司令官に進む。1944年11月22日の、 参謀本部府を経て1945年5月24日、予備役編入。同年12月10日、養父に先立って皇居。ありがとうございます。